はい、どうもしょっぴーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日も一緒にですね、身軽な人生を歩んでいきましょうということで、お話をさせていただくんですけども、今日はですね、僕自身、断捨離依存症になってたんじゃないかなっていう、自覚がかなりあるわけなので、この動画を見ていただいているあなたにもですね、そういう道を歩んでほしくないというか、変なミスをしてほしくないというふうに思いますので、断捨離依存症にならないための4つのポイントをですね、ちょっとお話しさせていただきます。というか、この4つのポイントが当てはまるほど断捨離依存症の可能性が高いですよっていうことですね。はい。で、そもそも依存症とは何かっていうことなんですけど、ウィキペディアで調べるとですね、依存とは、身体的依存を伴う、もしくは伴わない、薬物や化学物質の反復的使用である。行動的依存、身体的依存、心理的依存は物質関連障害の特徴である。ということなんだそうですね。なので、要するに、断捨離依存症っていうのは、断捨離することに、物を捨てることに依存している人のことです。はい。で、僕自身ですね、こういう風なことが当てはまったら依存なんじゃないかなっていう思う点ですね。今からじゃあ4つちょっとシェアさせていただきます。はい、1つ目はですね、断捨離以外にスッキリする方法が見つからない人です。僕なんかも例えば、断捨離以外にはもうずっと仕事だったりしてたわけなので、友達と遊びに行ったりとか、一人でゲームしたり、読書したりとか、そういったことをですね、一切やらずに、ずっと仕事ばっかり。目が開いてる時はもう本当に仕事ばっかりしかしてなかったので、断捨離をして久しぶりに心の快感を得たんですよ。あ、めっちゃスッキリするじゃん、これ、みたいな。なので、それ以来、スッキリする方法っていうのは断捨離しかなかったです。はい。なので、物を捨てまくりました。はい。二つ目、他人の所有物が気になる。です。はい。これ僕動画で結構お話ししてるんですけど、実家に帰った時に、家族のものがですね、置いてあるものだったり、兄弟の部屋がめちゃくちゃ気になります。基本的に多い、全部捨てちゃえばいいのにって思うってことです。今でこそ、人それぞれ必要なものは違うっていうことは認識はできてますけど、前はですね、やっぱり、みんな物を持たなきゃいいんだ、みたいな、そういうですね、考えになってました。はい。で、3つ目はですね、断捨離することで褒められたい、認められたいと思っている、です。僕がですね、一番初めに断捨離をしたのが、2015年の4月に、天然石の社長さんと断捨離しますって約束をして断捨離をしたんですけど、その断捨離をしましたって報告した時にですね、物ごっつ褒められたんですよ。君アホだね、素直だね、実行力あるね、最高だね、みたいな、そういう風に言われて、ものすごい嬉しかったんですよ。尊敬する人に褒められて、ものすごい嬉しかったんです。認められた、みたいな。で、その人に、久しぶりに会った時に、断捨離やってます、みたいな。また物を捨てました、みたいな。そういうのですね、言ってたことがあります。はい。ちなみにですね、こういう尊敬してる人に認められたいから、もうやってやりまくるみたいな、それはですね、宗教のパターンです。はい。で、4つ目はですね、うまくいかない原因を物があるからっていう風に考えちゃうっていうことです。例えば僕で言うと、こうやって YouTube チャンネルをですね、例えば、登録者数1万人にしたいのに、まだ登録者数が2000人もいってないぞ。その原因は、物があるって言って、断捨離をするっていう。それは違うでしょうっていうふうにですね、これを見てるあなたも思うわけなんですけど、じゃあ違うシチュエーションを考えたときに、私に彼氏がいないのは、僕に彼女がいないのは、そうだ、物があるからだ。って言って、断捨離に走る人とかですね、実際やっぱいるわけですよ。断捨離をすると、彼氏ができる、彼女ができる。断捨離をすると、職が見つかったり、転職が決まったりした人が多いっていうのは事実なんですけど、その人たちは断捨離をした後にスッキリして、そのスッキリした状態でその職を探したりとか、そのパートナー探しをしたり、自分を磨いたりしてるので、パートナーが見つかったり仕事が見つかったりしてるわけなんですよ。なので、そのパートナーができないとか、職が見つからないとか、転職が決まらないっていうのは、もう断捨離してないからじゃなくて、自分磨きをしないからっていうことだと思います。はい、というわけでですね、ちょっと4つ簡単に。本当はですね、多分なんか2、30個ありそうな気もしますけど、一気にバーって言っちゃうとですね、また頭がパーンってショートしちゃうので、今回は簡単に4つシェアさせていただきました。でもこの4つのポイントだけ押さえておけば、断捨離依存症である自分を認識できるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。僕はですね、決してこの動画を見ている方に、断捨離を極めてこんな感じで、なんかこう、引っ越しをするときに、チャリだけで引っ越しみたいな、そういうですね、なんか、感じになってほしいわけじゃないので、はい。僕はこのチャンネル見ていただいている方には、身軽な人生を送ってほしいので、そのための一つの手段としてミニマリストを提唱しているだけです。はい。なので、断捨離もですね、断捨離とかミニマリストも、気軽になんかやってもらえればいいかなというふうに思います。はい。で、いずれですね、この動画を見ている方のですね、一人でも多くの方と、カナダでオフ会、ハワイでオフ会、イギリスでオフ会とかですね、そういうのができたら嬉しいです。それはかなりだいぶ先の話だと思うんですけど、まずは、僕の場合はですね、チャンネル登録者数3000人達成して、ライブ放送をするというのを、まず、目標にしてますので、よかったらですね、この動画が面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。